乾杯。ああ、またまた業界です。またカタカタ言うな。こうしたらいいな、ここな。言って捕まないんですけどね。あんまね、コースターとか。いや、週末土曜日です。皆様、今日いい天気でしたね。関西今日いい天気でしたね。暑いぐらい。まあ昨日も天気良かったような気がするけどね。どこお出かけでしょうか。私はね、先ほど、今ね、夜の7時半なんですけども、先ほどっていうかね、5時か4時半ぐらいにお昼ご飯を食べて、まだお腹いっぱいです。だけど今ね、梅酒飲んでます。梅酒やったかな？じゃあ梅酒違うわ。こんな焼酎。焼酎じゃない、ゆず酒。淡麗ゆず酒。甘さすっきり。もうさっぱりしますよ。さっぱり。あのね、最初パッと飲んだ時にね、ゆず狂月みたいな思ったけど。うまい。酒飲むとな、ちょっと。まあ、こういうものはね。あんま良くないとは思ってても食べたくなるよな。うまい。さあ、楽しい土曜日の夜ですよ、皆さん。明日も休み。まあ僕は明日仕事ですけど、僕は明日って休みなんですけど、明日も皆さんは休みの人多いんじゃないですか。もちろんね、土日休みですからね、休みの人多いですから。週末を楽しんでください。私は今お風呂お湯溜めてますんで、湯船に浸かりつつ、まあ、YouTube 見たりご飯でもしようかなと思ってます。バテマス協会でした。いい週末を。